あれすごい量ですね。こんな感じなんですか。これなんかすげえいっぱい今日あるんですけど、うん、今年のベストドライバーを年末なんでエースを狙いじゃない、エースを探せエースを探せ、うん、ノミネートのクラブたちです、はい。まあ、一応私物 G410LST、うん、で、1年間やって、うん、結果が良かった、うん、これ TS3 が TS3 いたTS3、はい、なんで石井さんこれ使わなかったんですかって言われた TS3、よく言われる。あとは、300超えたリミックスだったり、うん、あとは、本場も意外と、うん、やっぱり使うといいんで、うん、まあ、残ってます。まあ、M5、あとこれ M2 は私物です。何年か前に僕が使ってた、あえてここにちょっとダークホース的に、あとマスダーゴルフ、あとはエピックフラッシュサブゼロ、まあ、トリプルダイヤモンド呼びたかったんです、いなかったんで、普通のサブゼロです。あと龍馬さんがこれ、某茨城県のゴルフショップの、方からこれをちょっとぜひ打ってみてくださいということで資格として送り込まれてまいりました。なんてどうでしたっけ、はい、ギアサポートさんというところが分かりやすい店名ですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。ということで、まあ、ちょっとこれだけ今日で3つのグループに、今スタッフの方が分けたので、その3つで予選をして、予選でいいんですよね、予選をして、まあ、1本ずつ代表を決めて、その最後集まった3本で、2019年下半期の、シダル TV 的ベストドライバーをガチでやる決めたいと思います。石井さんの個人の感想ですけどね飛べは一丁もにゃん。なんだこの絵今までにない絵だね。私物これなんですか、どういう3本なんですか。一昨年ぐらいまでのエース、うん、冬場用ドライバー、うん、去年冬場良くて今年も冬場使おうかなって思ってたドライバー、うん、今年の、要は春夏を戦ってくれた今年のエースドライバー、もうこの3本やったらこれでいいじゃんって言ったら、いやあえてちゃんとやれってスタッフの人に言われたんで3つ並べてみましたとりあえず予選 A 組はここからスタートしたいと思います。全部石井さんの仕事、はい、全部仕事ですM2 が勝つと困っちゃうけどねそういうこと言わないからっていうの意図があるよ。そういうの一番最初は何から打ちます。今これスッと本番持っちゃったんで、まあ、ほんまね。何でしたっけ、 10.5 度でしたっけ。いやこれはね実は 9.5 度です。あ 460の 9.5 度で、うん、赤の S シャフトです。 S です。冬用なのでそんなに硬いの欲しくない。前回 10.5 じゃなかったっけ。そうです。 10.5 だと前回のエースドライバーの時に浮いちゃってちょっと球が前に行かないよね、ちょっとこういう戦いにはちょっと弱いよねっていう話から。巨人はずっと本番評価してたよね、はい、飛ぶってね。本番の460は本当飛びます、うん、スピンも少ないし所属も出るしギャス。あ右行っちゃった。ちょっと振ります、振ってますいつもよりやっぱり。ああいきなり293だ。だってほら予選でしょ予選でそんな送りバントする暇はないでしょ。素晴らしい。フェードがちょっと大きいかな。91。ちなみに大変気温が寒くなってきております。スタッフがみんな寒そうな格好して、うん。10は落ちてるんじゃないでしょうかね。いや素晴らしい。速もさることながらスピン量も少ないし距離も出てるし、スピン少ないんですよこれ。言うことないですね。ちょっと一発操作性を見る上で、はい、両方林で、はい、うわ狭いなーって、振らなくていいからちょっとフェアウェイに置いときたいなーっていう球を一発お願いします。あ、右ちょっと。これは右の林だな。もう一回。いやてかこの子どっちかとやっぱ捕まんないですよね。でこいつを捕まえに行くと多分この後の撮影が全部左に巻くようになります。ああナイスボール。送りバント、うん、これは距離も出てるんじゃない。送りバントの割に飛んでるよ、うん、送りバントいいね。ああいい。ああでもスピンがちょっとこれ計測間違ってるから半分になっちゃう。もう一球でいい。いやいやもう終わり。もういいか。じゃあいい予選エントリー、距離は合ってるからね、これね。M2、はい、距離はどうなんだろうね。普通どうするこれが良かったありえる。今までの2年間の僕の散財はどうしてくれるんだただエースで使ってた時はこのシャフトが実は TP だったんです。ちょっとそういう違いはあるんですけど、この M2 はいや名機だと思いますよ。前のやつも良かったんだけど、前のやつだとちょっと捕まんないなんていう人がちょっとちょうどいいっていう、うん、だから中古屋さんでこれの綺麗なのがあったら安かったら買っといていいと思う。今2万切ってるからね。 M4 だって2万何千円ですけどね。 3万じゃないぐらいですよね。唯一中古からの参戦。ちょっとこすっちゃった久しぶりに打ったらこすっちゃった。いいけど飛んでねえや飛んばより全然安心な感じしますよ。球はミスっちゃった不採用。一発勝負の怖いところでも距離出てるね。やっぱりなんていうんですか、オフサイドヒットに強い。ほらフェードの曲がり幅が本間よりちょっと少ないじゃないですか、はい、これ好感が持てますね。まあ飛ぶでしょ。多いし遜色ない、うん、まあ何ヤードか負けてるぐらいでしょ。三振クラブと何ヤードかだね。もう気に行きましょうか。ちょっと待って、一回いい当たりしたい。ちょっとスピンが多いかな、うん。全国の M2 ファンのために。あ、だからちょっぴり右に行きやすい挙動ではありますよね、はい、やっぱりヘッドが大きいんで。さて、置きに行くんでしたっけ。うん、両方林。うん、これはいい球。送りバント。いい球、バランスが取れた。いざラウンドレッスンしますっていうと、はい、あげ球はやっぱり打つでしょ。打ちますねそんなマイホールマンブリはしませんからね。一応今年ちゃんとピンを合わせてください。ラウンド中ずっと使ってた大本命 LST、うん、G410LST キャメロンジャンプも今これになってるよ。でシャフトはアッタスジャックとこれとこれはスピーダーエボ661で661エボ6とジャックとこう海外しながら。じゃあちょっと動くシャフトの方が気持ちがいいっていうことですよね、うん、ジャックかこれかってことですね。あ、ジャックは先端 0.5 インチか先詰めして1インチか 0.5 インチ先詰めしてちょっと動かなくはしてるんです。これ X です。はい。どうしようこれちゃんと笑ったらドキドキして。今年一番売れたクラブですよ G410 プラスはね、プラスはねそう LST クラブ LST はでも10位内には入ってる。そうそうそう。おお、適度に捕まっている。さすが。はい。おお、さすがの本命。よかった、今年のエース。私物エース。私物エース。白鵬みたいだね。先に言っときますよ。3つあって、だからこれ使ってるんだって言ってんじゃん。いやいや、飛べは一丁もんじゃない。そう、飛べは一丁もんじゃない。飛んでるぞ。飛びゃいいってもんじゃないって。飛びゃいいっすよ。はい。素晴らしい。スピンは少ないし。おぶつ。欲しくなっちゃうな、なんか。しかもさ、飛ぶクラブいろいろあるんだけど、はい、なんかシダル TV の動画もそうなんだけど。ちょっと球なんか落ち着いてるんだよね。こんなに300弱出るにしても、ちょっと落ち着いていい飛び方をね。わ、事件。ほら危ないんじゃない？事件。今のショットを解説してください。もうちょっと飛ばそうと思って踏ん張ったら引っかかっちゃった。ちょっとお気に入ってみましょうか。朝一でもう OB 打てないっていう状況で先に言っていいですか。 G410 にしてから朝一でもブンブン丸ですよあんまり分かんないです。単純に僕の体が動かないだけであって気持ちはブンブン丸です。あんまりピンのクラブ使って置きに行こうとかあんましなくなっちゃったんですよ。普通に打ってます。普通に打っても曲がんないから素敵ですね、その話は。逆になんか中途半端に合わせて振った方が逆に曲がる感覚は持ってます。で、中途半端に振るんだったら刻みます。普通に。どっかあんまり難しく考えず G410 にしてからもうポンって構えたら打っときはとりあえずコースの中にあるよね。ちょっと右行っちゃいました。でもなんか操作も意外とできそうな気配。うん。スピーも増えてないし。はい。これは完勝ですね。なるほど。本間も頑張ったけど、まあもう一発ぐらい打っていますねなんです。いやいや、やっぱりちょっと難しいのかな。予選突破。グループ A の1位はやっぱこれなんじゃないですか。やっぱね、今はね。はい。だから今年私物ならねエースだって。やっぱ飛んでるし、球安定してるし、操作もできそうだし。本間も飛ぶし、で左嫌な時はこっち、うん、ちょっと右行くかな。そうでも春先にエースを狙いにいてまだここにいるってことも、うん、はい、僕評価してるよっていうところで、うんうん、でこれもね良かったの。良かった、バランス良かった。良かったの、うん、ただちょっとあまりにもこいつ G410 が良かった、うん、じゃあ予選勝ち抜け私物グループで